あ、ナイスボールですね。ありがとうございます。とんでもなくグリーンの近くまで行ってます。はい、ありがとうございます。ありがとう、さすがですね。いやいや、これがだからフェードと言っていいのかわからない、ちょっと。うまい。めっちゃうまい。イーグっちゃうんじゃない？おおー、すごい。はい、タスゴルフいつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もゴルフサイエンスの世界をお届けします。今日はですね、ワンウェイゴルフクラブさんの方で撮影させていただいております。ありがとうございます。ということでですね、今日はですね、特別なゲストがいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お名前は秋元幸宏と申します。誰やねんって話ですね。だいたいいつもこの番組はですね、特別って言ってもですね、誰やねんって話なんですけど、一応、まあ、プロゴルファーの方で、はい。はい、それで、自己紹介していただいていいですかね。はい、秋元幸宏と申します。みんなからユッキーと呼ばれているので、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、ここ、ちょっと3年ぐらいですね、怪我で、ちょっといろいろありまして、うん、ゴルフを、まあ、もう一回一から、うん、ちょっと組み立てて、行こうと思っているところです。ツアーのですね、ライセンサーをお持ちなんですけれども、怪我されちゃったということで、はい、グリップ変えたりとかしていろいろ試行錯誤されていて、はい、で、一応 QT とか受けられて。はい、QT 受けました。はい。ファースト QT、2週間前にあったんですけど、はい。ちょっと足りなくて。あ、なるほど、はい。これまでサードには行ってた感じだったんですよね。あ、そうですね。一回行けたんですけど、そのタイミングで、右手首も怪我してシーズンになってしまって、うん、そうですね。はい。で、ちょっとその後に、はい、また今度は左手の親指の付け根を怪我してしまってっていうのが、3年ちょっと続いてしまって。なるほど。はい。それで、まあ、グリップをどうしても変えざるを得なくて、それで調子が悪くなって、そうですね。感覚がなんかちょっと、はい。それはまあそうですよね。で、それでまあ、やっと完治をして、はい、のあたりから、ちょっと調子が良くなってきたけどって言われて、はい、なんで僕のこと知ったんですか？うちの妹が、はい、僕もタスクさんのことを、はい、すいません、ちょっと知らなくてですね。はい、で、うちの妹が、なんか年末の、はい、授業。レッスンプロの方に、僕はゴルフサイエンスの講座をやった時あったんですよね。はい、そうだと思います。はい、うちの妹が、はい、ティーチングの、はい、仕事と、はい、フィットネスのライセンスも持ってたり、はいはい、あと英語もできて、はい、英語でもレッスンもできるんですけど、はい、お話しさせていただいたと思うんですね。うちに帰って、はい、まあ、妹がこんな方いるよ、みたいな感じから、この番組を知りました。そうですか、ありがとうございます。はい、それで見ていただいて、はい、この番組からどのようにご自身は何かを得られたんですか？得られました。どんな感じ？まず一番最初にタスクさん自身がゴルフを、はい、まあなんか愛してるんだなとか、はい、まあもう本当にそのシンプルに、はい、なもうごちゃごちゃ好きと、まあ好きな、はい、好きでこういう活動をされてるんだなっていうのが。いや、本当おっしゃるとですね、はいはいはい。それはすごい感じました。僕、はい、の人生にゴルフしかありません。はい。もうそれがもうすごく印象的で、はい、あとはまあその技術のこととかも、はい、まあ、もう知らないこと、まあ僕プロ、うん、一応テスト受かったの26なんで、ええ、プロ歴は11年になるんですけど、はいはい、感覚だけでやってきたっていうのは大きいので。うん、ご自身でレッスンもされてるんですよね、はい、一応ね。してます、はい。はい。なるほど。はい。まあその中で、まあ一応その、まあご覧のこのサイエンスって標榜してますけど、はい、で、このあたりはどう考えられてますか？もうなんかまあ、見れば見るほど、あ、もう絶対そうだなって、まあ、僕メンター持って、購入させていただいて、使わせていただいてるんですけど、今まで言語化できなかったのが、うん、自分でやることによって、まあ、だんだん言語化できるようになってきたっていうのはあります。でもそれはもうあくまでもまだそのフィーリングなんで、そういうふうにうちの妹、ゆか先生みたいに勉強したわけじゃないんで、まあこの機会をいただいたんで、そう、妹さん、ゆか先生もですね、僕の、セッションを出られてから、えらい考え方がちょっとっていうのを、ガランと、はい。おっしゃられて、ありがたいんですけども、まあ特にメンターなんかね、振られていただくと、まあ、わかりますよね、おそらくね。そうですね。うん、はい。自分は、まあ、わかったんですけど、やっぱりその、うん、今日もジムで、朝練習してて、うん、皆さんと、まあ、バーって、もう僕の知り合いの人たちがいっぱい集まってきて、うん、まあ、メンター、お一人購入されて、やってるんですけど、うん、いや、感覚だけじゃちょっとやっぱ一般の人なかなかわからないので、うん、そこはちょっとうまく、はい、僕のレッスンの生徒様にも、うん、
うまくね、こう、言葉を伝えるように、ちょっとなんかいろいろ工夫はしてるんですけど、なるほど。僕自身が知らないと、やっぱりうまく表現ができないので、はい、なんかもっと知っていきたいなっていうのはありますね。ありがとうございます。ある程度、サイエンスの基本を理解されて、エネルギーの現実をある程度、言語化ある程度できるまで理解すると、はい、メンターの存在っていうのはすごく腹に落ちる部分ってありませんか？あります。そうですよね。あります。はい、それは本当にありがたいです。まあ、そういうことでタスゴルフの方もご覧になっていて、で、そしてある程度、まあ、ここのところ、調子が良くなってこられてるっていうところですよね。はい。はい、なので、一応今日はですね、もういきなり回りながら、今、まさに今お会いしたばっかりなんですけど、ちょっと一応プレイぶりを見させていただきながらですね、はい、何か気づくところがあればですね、ちょっとそこでセッションしたいと思います。ということで、ぜひ今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、こちら、ここから439ヤードみたいですけど、パー5ちょっと短めですね。それで、はい、民家に池があって、おそらくゆきさんであれば、もう全然2オンでバーディー可能というようなホールなんですけども、はい、まあ一応ここをちょっと攻めていただいて。わかりました。はい。はい。お願いします。じゃあ、よろしくお願いします。よし。あ、いけない。うん。結構球よく出るんですよ。よく出るやつですか。はい、出ます。はい、わかりました。でも、出てよかったです。前に出てました。見ていただかない。なるほど、なるほど。はい。OK です。じゃあ、とりあえず行きます。うん。ナイス。ございます。ああ、ちょっとフライヤーしちゃいましたけど。でもね、ナイスショットでしたね。はい、ありがとうございます。素晴らしいです。じゃあ行ってまーす。うまい。めっちゃうまい。イーグっちゃうんじゃない？おおー、すごい。ありがとうございます。ナイスバーディーですね。ありがとうございます。あやあや、イーグル。僕、バンカーはですね、結構得意なんですよ。ああ、ね、本当に上手に出てらっしゃいますね。試合でも結構そのドライバーが結構やっぱり悪いことが結構多くてですね、はい。で、その他でなんか意外とカバーしてたっていう感じで、はい、で、ドライバーが調子いい時はまあまあスコアが出るっていう感じだったんですよね。でも今日はまあちょっとチーピン見ていただいてよかったです。てか素晴らしい。本当に入りそうですよね。素晴らしいね。いや、マジで入りそうでした。これ、よく避けましたね。これ、カップを。じゃあ、すいません。ねえ、本当。はい、いきます。これ、よく避けましたね。ナイスパーティー。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。もう、今、どんな感じ。セカンドはね、はい、うまく打たれたと思うんですよ。はい、で、ちょっとカット目に入れて、はい、で、フェード目にこう落とされてって、はい、イメージされたんでしょうけど、はい、多分芝がちょっと絡むとああいう結果になると思うんですけど、はい、一応そういう感じで打たれたんですよね。はい、ちょっとフライヤーするかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとはい、しょうがない、奥の OB をちょっと確認して、まあ、それはしょうがないですね。はい、まあ、こっちでまあバンカーもありますんで、はい、まあ、戦略通りというところで、はい、いや、さすがですね。さすがやっぱり、ツアーカードをお持ちの方のゴルフっていう。あ、どうもありがとうございます。さすがです。いやいや、お勉強になります。いや、とんでもないです。いや、本当にいや、ここのホールは結構タスクゴルフでも動画で使うホールで。はい。で、あ、小林くんってことですか？もう、はい、存じてます。小林くん結構飛ばすんですよ。小林さん、ちょっと僕最近嫉妬しちゃって。あ、本当？はい、ボール初速、僕大体ちょっとまあ大体なんですけど、はい、68ぐらいなんですよ。ざっくり言うとですけど。はい、で、小林さんは結構あんまり速くなかったじゃないですか。はいはいはい、それなんかこの間なんか見たら70とか言って、僕ちょっと、それもう本当に、ちょっとね、見てて、動画見てて、嫉妬しましたね。それは、あれずるいと思って、ね。そうなんですよ。はい、めちゃめちゃね、スイングスピード、ヘッドスピードはとにかく上がってきてるんで。はいはい、鍛えられてるのはもう自分の努力なんであれなんですけど、はい、ここのインパクトでバコーンって飛ぶのって。いや、本人がね、はい、うまいのは事実なんですけど、はいはいはい、ただ、はい、やっぱりね、いろいろと自分でありとあらゆることが言語化できてるんですよ。だからほとんど僕と
通過で喋るぐらいまで来てて、はいはい、で、そこがすごく、大きいんじゃないかなと思って、はい、だからその、何も、迷いがないんじゃないですか。だから、正しいことを、まあ、やり続けてる姿がなってると、はい、まあ、ご自身の理解の中で正しいと、確信しながらやってるんで、やっぱり強いですよね。はい、そうですね。多分、あのドライバーショットで一緒にね、回らせていたら、多分、サクッと僕の方が絶対曲がっちゃう。でもそれがね、いや、これはマジです。うん、はい、ちょっと動画見てて、嫉妬はしました。いやでもね、圧倒的に違うのは、このセカンドの攻め方とか、あと、もう、決定的に違うのは、このバンカーショットですね。もうね、小林もバンカー下手なんで。まあ、そのあたりはね、はい、これからちょっと、やっていこうと思いますけども、はい。はい、すごい参考になりました。ありがとうございます。はい、じゃあ次のホール行ってみましょう。はい。はい、ということでですね、はい、ここ5番ホールで、360ヤードぐらいの、右ドックということですね。これ何回か前の風間さんと森さんが、ここからドローで攻めてたホールですね。あ、これを風間さんにですね、フェードをちゃんと打ってくださいって言って、はい、まあ彼はきちんと打っていきましたけど、はい、ここはちょっとこのプロが、はい、一応ですね、いや、ここはですね、実はアイアンで刻んでいただいてね、それで攻めてもらおうと思ったんですけど、そういえばと思ってですね、ここは風間さん、森さん、はい、風間さん、森さんに、なんかこう、届けられるようなフェードボールを、はい、はい、打ちたいと思います。じゃあちょっとプロのフェードボールを打っていただきます。はい、さっきのホールチーピンしちゃったんですけど、大丈夫かどうかわかんないですけど、やります。とりあえず。お願いします。はい。あ、ナイスボールですね。ありがとうございます。もなくグリーンの近くまで行ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがですね。いやいや、これがだからフェードと言っていいのかわからないちょっと落ち方なんですよね。今どういう感じのイメージっていうか、ヘッドの入れ方とかありました、まあ、先ほどのセカンドショットと一緒で、はい、感覚的には、はい、まあどっちかって言ったら、ゆっくり開きながら当たるようなイメージですね。ああ。ちょっとまだ僕もですね、うん、感覚でしかそれ言葉で言えないんですけど。いや、でも、現実的には、まあ、そのプロですから、当然、エネルギーも、ほぼ大きなエネルギー正しく入ってるし、あと重心もほぼ外されてないので、そういうその感覚的にフェードに打っていくっていうことなんですよね。なので、あんまりプロの方で、フェードだからってセットアップからやられることってあんまりないでしょう。あんまりその感覚で打ちますよね。極端にはしないですよね。そうですね。はい、まあ、コース見て、その必要な、うん、向き、出玉のイメージを取って、はい、うん、その出玉に対しての構え方にしちゃうので、うんうん、そうですよね。特段そんなオープンとか、うん、まあクローズは結構やることあるんですけど、うん、まあ今もどちらかというとクローズスタンス気味にバランス取られてますよね。まあそういう感じですよね。はい、うん、っていう感じでした。素晴らしいです。もうこれがプロのって、まあ見事ですよね。ものすごい近くまで行ってますんで。なんですけど、まあ今はね、たまたまそのフェードの話になったんで、打っていただいたんですけど、テーマとしては、ここはそのアイアンでバーディーを取ってもらうみたいなテーマで、はい、ちょっと攻めていただきたいと思います。じゃあもう一回ちょっとお願いします。はい、わかりました。5番アイアンだそうですね。はい、はい、5番アイアンで打ちます。一応総数5番だと、バンカーのちょっと左手前ぐらいの感じですか？はい、そうですね。はい、バンカーに届かないように、はい、打っていきたいと思います。はい。わかります。左のフェアウェイをちょっと広く使いますか？はい。うん。ナイスボール。ありがとうございます。はい、で、今おっしゃられてる左 のフェアウェイを広く使われるというのは、はい、どういう意図でおっしゃられてるんですか？まあ、右のバンカーにもう届かなくて、はいはい、で、右、ちょっとここ右ドックで、はい、グリーン右手前だと短いアイアン持ってると、はい、バンカーの方向行ったら、はい、次狙えなくなっちゃう。そうですね。素晴らしいですね。ラフだとフェードボールが一応あんまりかかりにくいので、はい、確率としてはピン右奥なんで、はい、確率としてはちょっと悪くなっちゃうので、はい、なるほど、まあもう短い番手持つんだったら、大げさに言うと左のラフでも、うん、まあ、コースも攻め方としては、セカンドチャンスが残るんで。はい、素晴らしい、マネジメントだと思います。僕らのおじさんの飛距離だとちょうど、ゆきさんの5番アイアンぐらいのところでですね、ボールがうろうろしてるんですけど、そういうことですよね。なので、まあ、ここは、そういう意味で左側を広く使って、あとはとんでもなくストレートに
打てるラインが残るので、そういうふうに、攻めていただいているということになりますね、はい。ありがとうございます。じゃあ、セカンド行ってみましょう。デカヘッドってやっぱり、あれですか、この、はい、フェース開きやすいって言うじゃないですか。はい、そういうのって、フェード打つ感覚とかって、やっぱアイアンとかって多少変わるもんなんですかね。まあでも、それもシャフトによるんじゃないですかね。あ、もうそれは全部やっぱシャフトなんですか。全然シャフトによって違いますと思いますよ、ね。まあ僕の作ってるシャフトなんかは、はい、基本的には、キックポイントなくて、すべてエネルギー的に流動して入っていくので、はい、まあ、進行エネルギーにすべて転換してくれるシャフトなんですよね。はい、だそうだと、そのような感覚って出てくるんですけど、やっぱり途中でキックのポイントが入ると、そうはいかないケースが、だからちょっと感覚がだいぶ変わってくると思います。そういうもんだ。なんか、うん、じゃあやっぱりそれはお話聞いてるとイメージは湧くんですけど、うん、やっぱり打たないとやっぱりあれなんでしょうね。僕は多分打ったらなんとなく、あ、こんな感じで、あ、もうめちゃめちゃ分かると思います。そうでしょうね、多分そうですよね、はい、ぜひ今開発してますんで、はい、ぜひ打っていただければ、はい、ぜひ打たせていただきてご意見いただきたい、はい、そう本当に、はい、ということですね、2打目に来ておりますけども、まあ、そこだともうチョーンって乗っけて終わっちゃうみたいなところぐらいまで行ってますね。おそらく50ヤードぐらいのところだと思います。ナイスショットで素晴らしいですね。さすがプロですね。はい。まあ、そこまで、行くのはほぼアマチュアはないので、はい。さすがだと思います。これは森さんと風間さんに素晴らしいメッセージだったと思います。はい。ということでですね、テーマの、アイアンショットは、こちらにステーブルに残していただいているんで、ここから、距離150ヤードぐらいだと思いますけど、ちょっと打っていただくということになります。じゃあ、8番アイアンでいきます。はい、8番アイアン。はい。ライは、ちょっとつま先上がりかもしれない。はい。うん。まあ、ちょっと安全に。若干左サイド。OK です。ナイス。はい、ナイスオンですね。ありがとうございます。さすがです。ぴったり。これ、つま先上がり、まあ、大して上がってないけど、まあ、いいライですけど、何か気をつけられてあることあるんですか？まあ、一応ですね、つま先、これぐらいのライだと、はい、まあ、ちょっとボールが捕まりやすいのと、はい、まあ、ちょっとクラブが、まあ、先端が当たりやすくなるので、はい、なんかこう、こういうシチュエーションの時に結構こう、ベース右開いちゃって、こう深いバンカーに入っちゃうと、ちょっと、まあ、パーの確率、はい、ぐんと下がっちゃうので、はい、ちょっと自分の中では、はい、まあ、ピンの方向から、うん、まあ、捕まえるイメージではちょっと打ってます。ああ、そういうことですか。はい。絶対にその、まあ、事件が起きないようには、ちょっと一応、はい、そういうことですね、考えて。はい、ボールの打ち出しは大体どのあたりに？ボールの打ち出しはもうほぼほぼピンぐらいで。ピンぐらいで。はい、ピンぐらい。じゃあ、あの球は想定通りの球ということですね。一応そうですね。かなり安全にいっちゃったやつですね。さすがですね。もうこのあたりがプロの、攻め方っていうことになりますね。左サイドの方は、グリーンがかなり広く、確保されていて、で、そして、パターのラインもですね、悪くないんですよね。なので、どちらかというと、ピンよりも右サイドを消す形で、打たれているということですね、素晴らしいと思います。ありがとうございます。それでミスっても、まあ、事故にならないようにということですね。右サイドがちょっと事故になりやすいので、というあたりだと思いますけれども。さすがですね。このあたりやっぱプロですね。いや、素晴らしいと思います。まあ、さっきはね、もうこうタップするだけだったんで。はい、よくよく見たら、はい、そう、まだ風もかぶってる。これなんでこれ今日下ろすんですか？これはですね、はい、今日初めて、うん、ラウンドで使うんですけど、はい、これ実はプレミアついてて、あ、そういうこと？そうなんですよ。これ先週試合で僕後輩に教わって探したら、はい、もう超格安で手に入って、はい、あ、そうなんですね。でも、はい、なんか今年発売したらしいんですけど、はい、すぐ生産中止になっちゃったみたいで。あ、そうなんですか。長尺ユーザーからはもう結構いい、なんていうんですかね、重宝されるようなパターンなんですけど。そうだったっすね。で、一応万が一、使えなかったら、はい、そういうことね、売るかもしれない。プレミアがついて売るかもしれないんで、服は、剥がしてません。なるほど、そういうことですね。はい。ちょっと不思議な感じだったんですけど。そう。ちょっとさっき恥ずかしくて言えなかったんですよね。いろんなこと考えて、いやー、面白いですね。ずっと長尺使われてる。いや、長尺なんですけど、僕こうやって普通にこうやって構えて、はい、打たれるんですね。打つんです。はい、あ、全然ありですね。はい。なるほど、なるほど。まあちょっと、もし、使うんだったら、ちょっと切って、これもうちょっと短くして、こうやってやろうと思ったんですけど。なるほど。はい、いや、でも、本当に、プロの方はいろいろ試されますよね。
そうですね、うん、その中で試合行ったらですね、やっぱり5メートルぐらいのパターが入る入らないのは別としても、うんうん、そのやっぱり転がりを見ると自分のはノーチャンスか、うん、人のはすごいいい感じなのかってのはやっぱわかるんで、やっぱり道具を使って、もう僕はここはずっと昔からまあ言ってたんですけど、手でぶっ叩くわけじゃないんで、まあそこはちょっと自分のそのイメージと、あのまあ自分は効き目とか、あのそのボールの置く位置とか、はい、ヒッティングのポイントとかで結構顔を考えてるんですけど、まあちょっといろいろあってこの形になります。あ、そうですね、ちょっと試してみたいなと思って、今日ちょっと打ってるけど、ちょっと微妙なライン、ね、微妙なラインなので、だいたい長年の経験で微妙な時はまっすぐなんですよ。できます、お願いします。まっすぐ強いかな、うん、ちょっと強いか、伸びる、ちょっと強かったです。ちょっと強かったです。ちょっと、上りなんで、ちょっと安全にちょっと強く打ったんですけど、まっすぐ転がってたんで、もう返しもまっすぐですね。はい。はい。うん、惜しい。ありがとうございます。はい、今のはどうだったんですか？今のはまあまっすぐ打てたんですけど、僕のちょっと多分スピードが弱くて、うん、最後にちょっと初速弱まって、あの勢いが弱まって、ちょっとずれちゃいましたね。これパターの時って何を一番気をつけられてるんですか？パターの時、自分はこう試合で短い距離とか、うん、まあ、上りのラインを結構ライン乗ってるのに打ち切れないことが結構続いてですね。で、いろんなことを考えた結果、はい、練習でカップ見ながら打つっていうのを、まあちょっとなんか本とかでいろいろ読んだりして、で、カップ見ながら打ったらですね、はい、なんか感覚なんですけど、手が非常に動かしやすかったので、後から調べたら、なんか目で見て、こうなんか動かす、手を動かすよりも、はい、なんか目閉じた方がなんかスムースに動くみたいな、筋肉の反応がうんぬんかんぬんで、はい、一応ボールを擬似して打つよりも、はい、目標を見ながらの方がここはスムースっていうのは、なんか体的にあるみたいな。そこからもう、3年ぐらい前からやってます。なるほど。はい。カップを見ながら打つって今、小林君もやってますけど。あ、本当ですか？まあ、よう寄ってますよ、本当に。実は、アメリカの PGA のね、ずいぶん昔の、検証があるんですけど、カップを見ながら打つ方が、パフォーマンスがいい場合が多いっていうのもあったんですよね。はい、だからそういうのも、ある程度検証されてるみたいんですけど、まあ、それは理由が様々あると思うんですけど、はい、だそれはすごくいいと思いますね。まあ、基本的には、僕も、最近は、カップ見てないですけど、はい、だいぶ、カップを見ながら、やってました。あ、本当ですか？はい。あら。実際は。結構、よく寄りますよね。はい。スリーパッドは、まあ今ちょっとしちゃったんですけど、はい、スリーパッドは本当に少ないですね。あ、そうですね。少ないです。はい。それはそうだと思います。ちゃんとしっかり自分のその、まあ一応使ってるやつだと、うん、スリーパッドはないんですけど、うん、まあちょっと今僕にも課題があって、はい、まあそうですね。ちょっともうちょっとバーディーを入れないと、まあちょっとこう安全なゴルフだけになっちゃって、ああ、そうですね。はい、なんか、はい、そこ課題でやってます。はい。僕もよくこう二段グリーンになってこういうところあるじゃないですか。はい。それでこうなって上がりきったところにカップが切られてるとか厳しいところとかあるじゃないですか。はい、あれはよくカップ見ながら打ちます。ああ、そうなんですね。そうするとスムーズにヘッドが出てくるんですよね。はい、ちょっと皆さんもね、ぜひそれ、トライしていただきたいと思いますね。はい。ありがとうございます。あ、ナイスボールですね。ありがとうございます。とんでもなくグリーンの近くまで行ってます。はい。ありがとうございます。ありがとう。さすがですね。いやいや。チャンネル登録お願いします。はい、今ですね、残念ながら最後、パター入んなかったっていうことなんですけど、もうこれはしょうがないですね。はい。結果なんで。なんですけど、やっぱり素晴らしい、ステーブルな、まあ、コースマネジメントされて、来ておりまして。ありがとうございます。はい。それで、まあ、おそらくご自身、先ほどの C ピンとは言わないけど、左へ、はい、引っ掛けられてる球とか、そのあたりも多分よく出る球だと、はい、まあ、僕もスイング見てそう思うんですけども、まあ、そのあたりはちょっとですね、これ尺の問題ありまして、また大橋君もちょっと怖いってことがありますですね。次回の通りにさせていただきたいと思います。すいません、今日はですね、話ばっかりしちゃったんですけども、ということでですね、この動画がいいと思われた方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル
登録の方で、応援していただきたいと思います。またご質問のある方はですね、コメントに入れていただければできるだけ、僕の方からですね、お答えしようと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、次回は進むですね、はい、ということで、本当に今日は池さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ここのちょっと振り遅れてる感じ、まあでも絶対あれですよね、振り遅れの部類ですよね。そうですね、振り遅れの部類ですね、はい、絶対そうですよね。もう一番多分、まあ視聴者さんももしかしたら気になるかもしれないですけど、はいはいはい、すごい行動力だし、そのこのゴルフのグリップエネルギー、そこをまず研究しようと思ったとか、はい、そう知ろうと思ったそのなんかきっかけみたいなのは、それはねはっきりしてるんですよ。何かというと、いわゆる僕のスイングをずっと撮影して撮るじゃないですか。はい、そうしたら。プロゴルファーはほとんど全てが、いわゆるシャローイングですよね。こうやって、右回りでクラブを降りてくるのに、はい、僕は常に左回りで降りてくるっていう、もうついこの前までですよね。もう本当に、6、7年ぐらい前まで。で、それが不思議でならなくて、で、それに対して、まあ、いろんなレッスンプロの方にお聞きしたし、なんですけど、ちょっとその、自分が、あ、そうだよねっていう回答は得られなくて、なんでだろうなってずっと思ったんですよ。で、アマチュアプレイヤーの大半がこうやって降りてくるんですよ。うん、プロはこっちから降りるのに、うん。で、そこで、はたと気づいたのは、これひょっとしてクラブの話なんじゃないのってところに気づきまして、うん。で、そこで本当にシンプルに考えてみたんですよ。そしたらクラブに対して、エネルギーを与えなければクラブは動かない。で、エネルギーを与えてるのはグリップじゃないですか。で、じゃあグリップのエネルギーに対してクラブってどうやって反応するんだろうって僕は思ったんですよ。はい、で、それを調べたらね、一個も情報がなかったんですよ。うん、どこにも。うん、もちろんインターネットももちろんありますし、うん、その中でも情報がなくて。で、それで調べに調べて、やっとたどり着いたのが僕の師匠さんのマイケル・ジェイコスのところでっていうところですよ。うん、そうしたらいても立ってもいられなくて、飛行機乗っていっちゃってるっていう。そうなんです。すごいですね、もう本当に。うん、僕、ゴルフ、怪我してからですね、うん、最近、自分で一応、ゴルフをやれてるのは幸せ好きっていうふうに、はい、言えるようにようやくなったんですけど、うん、まあ僕も5、6年前までは、ゴルフ場の景色なんか見ちゃいないし、うん、少なく上がることしかもちろん考えられない、うん、まあそういうプロでやってたんですけど、うん、そこを僕も怪我して、ちょっといろんなことを考える時間があって、ゴルフが好きってこう言えるように、うん、まあ自分でももう意識してもう持ってってんのもあるんですけど、うん、って言えるように、まあ一応自分では変化してって、うん、で、しかもゴルフを大好きなんで、ゴルフのことが気になるんで、いつももう自分なりに模索したり研究したり、先輩プロに教えていただいたりしながら、うん、まあ今現状なんですけど、ね、そこでまた福さんが、本当にヘッダークソな、本当にゴルファーだったですから、ついこの前までは。考えさせられることいっぱいあってですね。ありがとうございます。今日もですね、はい、楽しみで楽しみで、はい、全然眠れてないです。ありがとうございます。タスクゴルフでは、ゴルフサイエンス、ジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ、登録よろしくお願いします。